続きまして、ラジオネーム、吸盤の呼吸、たこ焼き一銭さんからいただきました。うちの家は4人家族なのですが、私がトイレに行くと、かなりの高確率でトイレットペーパーが微妙に足りなかったり、またはペーパーは使い切られて芯だけ残されていたりします。もちろん残された芯は片付け、ペーパーは新しいものを取り付けるのですが、もう本当によくやるので嫌になりました。なんで私ばかり？私はトイレットペーパーの管理人なのでしょうか？そういう役回りでこの世に誕生したのでしょうか？何か良い解決方法があれば教えてください。悩んでいます。うーん、4人家族でね、うーん、私が行くと高確率でトイレットペーパーが足りなかったり、当番制にしろ。ほう、当番制にしろ。たとえその人が入っていても、今日はお父さんの番でしょ、はい、お父さんの番なんだから、はい、私が今入っているけどお父さんが変えてよ、今すぐ変えてよっていう。あ、もう私は入ってるのに、もう変えてもらう。もしくは張り紙をする。張り紙をする。今日はお前が変えろって。まあやっぱね、ずっとね、まあ同じままだとね、解決にならないですからね。もしくはトイレットペーパーをトイレ全体にこう敷き詰める。入りたくないなぁ、そのトイレ。もうするところしかトイレットペーパーがない部分。そうですね。志村さんまだ寝てますよね。寝てますよ。もう一つ言ってもいいですか？わかんないけど寝てます。じゃあもう最後もう一ついきますね。チーホーさんからいただき、チーボーさんからいただきました。ありがとうございます。実家の父が私のことが心配で毎日電話してくるんです。心配で電話してくるのは嬉しいんですが、私としてはたまーに電話してくれるのがいいんです。父が傷つくことなく電話をたまーにしてくれる方法はないですか？アドバイスをください。留守番電話。留守番電話。ああ、じゃあもう、無視しちゃえ、みたいな。もしくは、はい。諦めよう。親孝行だと思って、諦めよう。そうですね。やっぱ、家族の会話って大事ですもんね。逆に電話来ないように、頻繁に実家に帰る。それは嬉しいかもしれないですね。もう一声。もう一声。もうお父さんも一緒に住んじゃう。いいかもしれない。あれ放送始まってる？あ、今休憩開けましたよ。あ、開ける？はい。そうだったの。あ、どうもおはようございます。おはようございます。いや、でもなんか、すごく、いいメールがいっぱいあったんで。あ、本当ですか？ちょっと後で、下野さんもね。あ、本当に？はい、見せますから。あ、わかった。うん。でも、まあ、ほぼほぼ解決しましたけど。あ、解決したの？はい。あ、そうなんだ。はい。ありがとうございます。あ、放送に載せないの？放送には、まあ、あ、そう。あ、そう。大丈夫です。そうか。わかった。じゃあいいや。まあいいか。ね。なんか、はい。あ、じゃあちょっとコーナーの締めだけ。はい。以上、秋滅殺、下野ヒロの寝言相談室でした。ここで決め